What's up YouTube? 今日のビデオはですね、ちょっと以前にご質問をいただきましたうちの夫と私の馴れ初めというか、どうやって出会ったかについてちょっと教えてくださいというふうに前回のご質問をいただきましてですね、すごく長くなるので別のビデオでお答えしますと言った手前、ちょっと今回は馴れ初めについてお話をしようかなと思います。はい、まずうちの夫エアフォース勤務で、アクティブデューティーなんですけど、今までだいたいそういうと同僚の人にもそうですし、あと日本人の奥さんとかでも何人か出会った時にみんなに、じゃあ横田で出会ったのとか、嘉手納で出会ったのって、嘉手納って沖縄ね、沖縄で出会ったのって聞かれるんですけど、実はそうじゃないんですよね。なんかね、みんなに、だから、で、サンフランシスコで会ったんですって言ったらみんな、ん？って、なんかすごい一瞬腑に落ちない顔するんですけど、うさちゃんが。私はですね、夫とはサンフランシスコで知り合いました。いろんな人に馴れ初めというか、どうやって出会ったんですかと聞かれて、なんか最初は長い話なんでって言ってたんですけど、だんだん面倒くさくなってきて、旅行中にサンフランシスコで会ったんですって短いバージョンの答えを用意してあります。はい、でですね、具体的にどういう風に出会ったかなんですけど、今ちょっとここにねウサギがいてね、なでなでしながら喋ってるんで、なんか変な腕の動きがあったらごめんなさいね。それでね、夫とはまずオンラインで知り合いました。で、なんていうサイトやったかな、なんかねワールドフレンドとかなんとかいうサイトで、なんかね語学交換っていうのをできるサイトだったんですよ。だから私は英語なんかちょっと喋れる人と喋りたいなと思って、喋れる言語日本語と英語っていうのを選んで、で、夫もこう日本語ちょっと興味があったみたいで、こう日本語と英語っていうのをこうセッティングセッティングしてて、たまたまマッチングであって、じゃあちょっとお友達になりましょうかみたいな感じで連絡先を交換してっていう感じで出会ったんですね。でね、夫が日本に興味があった理由がまた振るってて、何だっけ、だいぶ前にルローニケンシンって流行ったでしょ。夫はねあのアニメがすごい好きやったみたいで、別にオタクではないんですけど、なんかすごい日本に興味があったみたいで、なんでそれでネットで知り合ってですね、でそのタイミングで夫はエアフォースに入隊する直前かなんかやったんかな。で私は29やったから、確かね28の年のクリスマス前に当時勤めてた会社が倒産して、で当時お付き合いしてた男の方と、お別れをして、もう職なし彼なし29歳崖っぷちみたいな感じで、28の、冬だったんですけど、私ね1月が誕生日だから、29になって仕事もないし氷河期ですよね。もうどうしようかなと思って、で世界一周今まで夢やったんで、せっかくやから仕事もないんやし、どっか行こう、貯金もあるしということで、世界一周をしようっていうタイミングだったんですね。で、その時に暇だからいろいろネットサーフィンとかしてますよね。でそれでこう知り合って連絡先交換していろいろお話をしてて、で私これから世界一周行くねんって言ったら、彼が本当じゃあ絵はがき送ってよって言うから、じゃあ絵はがき送るねって言って、で5月かなんかに私世界一周に出て、で夫はいつやったかな、夏ぐらいにブートキャンプに行くことになってですね、私せっかくやからと思って絵はがきをアフリカから書いて送ったんですね。アフリカに着いたよって言って送って、でいろいろ出先からヨーロッパに着いて、ヨーロッパ着いたよとか絵はがきを書いて送ったんですけど、そうこうしてるうちに、ベーシックトレーニングって、ブートキャンプの間はメールとかネットとか携帯とか一切したらダメなんですよね。だから全部取り上げられてしまうから、でやっとメールが来て、ベーシックトレーニング終わったよって言ってメールが来たんで、ほんまよかった、私ね今どこどこにいるのよみたいな感じで、ずっとメールのやり取りが続いてですね、で何日かに一遍ぐらいアップデートで、私新しいところについてこんなものを見て面白かったわとか、僕は今トレーニングでこういうことをしてますみたいな、なんかたわいもないメールのやり取りをしてたんですけど、いつやったかな、ヨーロッパを旅してた頃あたりにちょっと私ホームシックにかかってしまって、ほらヨーロッパを長期で旅したことがある方は分かってくれはるかもしれないんですけど、ヨーロッパってねお金がないとちょっとつまんないんですよ。
遊びに行っても。でまあ、チェコとか、まあ、物価の安めの国もあるっちゃあるんですけど、そういう国ってまあちょっとこう、まあ、治安も良くなかったりする場所とかもあったりですね。で、ヨーロッパで寝台列車、ほらホテル代を貸したいから寝台列車に乗ったら乗ったで、もうそこら中ダニに噛まれて、痒いわ痛いわ情けないわで、物価も高いしお金どんどん減っていくし、でね、オーストリアのヴィエナ、ウィーンにいた時に、ウィーンってね、お金がないと本当にすることないんですよ、本当に。でも博物館ももうアホの見たし、今まで博物館見たし、教会も行ったし、もう遺跡も見たし、なんかもうヨーロッパつまんないなっていうか、もうなんかしょぼーんとしちゃったんですね。でその時にメールで、私ね、なんかちょっと旅をしててすっごいなんか人寂しいっていうか人恋しいし、なんかつまんなくなってきたし、なんだかなーみたいなメールを送ったら、彼が、僕はねって、トレーニングすごくきつかったけど、君からもらう絵描きとかを見て、で今もトレーニングきついけど、学校行きながらね、トレーニングきついけど毎日すっごい楽しみにしてるし、あ、今の何してんのかなって言って、なんか気にかけてるし、だからもし誰も私のこと気にかけてくれる人がいないんやって思って寂しい気持ちになったら、ここで君のことを考えている人がいるっていうのを思い出してくださいみたいなメールが来て、私思わずおーってなったんですね。ちょっと染みましたね、それで。でまあなんだかんだでずっとメールのやり取りをしててですね、で旅行の最後に、私がね、サンフランシスコ、チケットがね、オープンチケットだったから、いつ行くっていうのは1年以内であれば、まあ使い切ればよかったんですけど、でそのタイミングでサンフランシスコに行くから、で夫はその時にね、カリフォルニアのモントレーっていうところに研修で行ってたんですね。だから、ああ、じゃあそれやったら、じゃあサンフランシスコ寄るから、ちょっとじゃあせっかくやから会おうかみたいな話になる。で夫がそしたらすっごい喜んで、僕ねって制服着ていくわって言って、ほらエアフォースの入ってね、嬉しくてね、ちゃんとした制服着ていくわって言って、空港まで迎えに来てくれて、で花束持ってきてくれたんですよ。でまあモントレーでこうデートをして、ご飯食べに行って、映画見に行って、まあ何日か何泊か1週間ぐらい泊まったんかな、1週間泊まって、まあそうこうしてる間にすっごい気があってですね、なんか私たち運命のような気がするみたいな話になって、でそれが大体にいつやったかな、5月ですよね。で5月 で、まあ、10月に彼が日本に会いに来てくれて、でプロポーズをしてくれて、でその後に12月にクリスマスにテキサスにご両親に会いに行ってみたいな話で、でその翌年の3月の31日にアメリカに引っ越してきたっていう感じですね。だからまあプロポーズをしてもらってから婚約者ビザを取って最短でアメリカに来ましたという感じですね。なんですけど、なんやろね、あんまりこの人でいいのかなとかは全然考えなかったですね。なんかむしろ、あ、やっとこの人に会えてよかったみたいな、なんやろ、変な話なんですけど、いや恥ずかしいなんですけど、うん。でもあれですね、国際結婚だからどうとかそういうことは全く考えなかったですね。なんかそれよりも、私のこと分かってくれる人がやっと出てきてくれて、こんな私でもいいよって言ってくれるって、なんてありがたいんだろうと思いながら結婚しました。でもね、結婚した当初本当にお金がなくてね、でね、価値観の違いってやっぱあると思うんですよね。でね、私はね、やっぱり日本から来てこうでね、彼はね、こう婚約者ビザの申請って結構ね、お金がかかるんですよ。でまあ新しいアパート借りて、でまあ手付けっていうか保証金を払って、で新しいこうマットレスほら、ね、ベッドのマットレス買ったりとかしたら貯金が尽きたらしくって、でね、こういうタレなんですけど、エアフォースの初任給めっちゃ安いんですよ。めっちゃ安いんですよ。しかもトレーニングの間って、ドミトリーとかに住んでるから、それで全部住居費引かれて、ご飯代引かれて、制服代引かれてって、全部引かれて、手取りめっちゃ少ないんですよ。でまあ結婚しましたっていうことで、結婚したら基地外に住んで
で自分の今日構えてってできるんですけど、まあそれにあたってお金を使い切ってしまって、最初の月お金がなかったんですよね。でね、私は日本人なので、あ、なんか夫に気を使わせたら悪いなと思って、こう夫がね仕事に行った後にね、こう牛乳買いたいけど牛乳買うお金がもうなかったんですよ、変な話で。夫が仕事行きましたって、だから一生懸命近所まで、こう近所のスーパーっていうのをターゲットやったからまで歩いて行って、ほら免許持ってないし車もないから歩いて行って、自分のお小遣いで日本から持ってきたお金で牛乳買ってこっそり補充したりっていうのをしてました。でね、夫に後で、私にあの時お金あったけど、あなたのプライドを傷つけたら悪いと思ってお金出さなかったのよって言ったら、お金あったんやったら出してくれたらよかった、結婚したんやからって言われて、なんかね、最初そういうのがありましたね。なんかね、ほら、男の人のプライドがあるんじゃないかなと思って言わなかったこととか、こうやらなかったことを夫にしてみたら、もう結婚したのに、こうしてくれたらよかったのにみたいなのがあったみたいで、逆もしかりで、なんかね、日本の文化って察してほしいみたいな文化があるじゃないですか。なんかこう何々してくれても良さそうなもんだみたいな。でもね、嫌なことは嫌って言わないで、あ、別にいいよって言っちゃうと、もう相手は、あ、それでいいんだって思っちゃうんですよね。で、後でだんだんそれがたまりにたまって、本当はこうしたいのにわーってなったら、夫にあのねって言いたいことはその時にちゃんと言ってくれないと困るからって、いいよって言われたらそれでいいんだと思うからって言われて、もうだから結構最初の年は喧嘩も多かったし、こうなんか誤解も多かったし、で結構難しかったですね。でやっぱりこう文化の違いというよりも、多分結婚して1年目はみんな大変じゃないかなと思います。なんですけど、まあ引っ越しもたくさんあり、家も買い、家のリモデルもし、まあ2人でいろいろと力を合わせてやってきて、やっとここまで来たという感じですね。なんでまあやっとですね、この間結婚6周年だったんで、まあ記念日になって、あでもねぶっちゃけ言いますけど、今年の結婚記念日と去年の結婚記念日、今年は彼ドイツ行ってたでしょ。で、結婚記念日ドイツに行ってたし、で去年はね、彼アフリカに単身赴任行ってたし、で来年の結婚記念日は私ね、私だから多分トレーニングでいないと思うんですよ。だからなんかもう結婚記念日って何のためにあんのっていうか、まあもともと私すっごい記念日が大好きとか記念日を大事にっていうタイプではないので、まあ記念日なんて1年のうち1回じゃんっていう、なんかまあその残りのなんていうの、一緒にいる間に濃密に時間を過ごせればそれでいいのよみたいなとこはありますけどね。まあそんな感じで長くなりましたけど、なんでそうですね、まあすごい短く言うと、本当にネットで知り合ってサンフランシスコで会って結婚したっていう、そんだけなんですけど、そんだけのことを言うのにこんな長いビデオじゃなくてもいいじゃんって感じですよね。ほんまやね。はい、すいません。はい、まあそんな感じで今回のビデオは夫との馴れ初めについてお話をしました。なんか恥ずかしいですね、こういうの。ね。はい、まあ楽しんで見てもらえたら嬉しいです。はい、また他にも質問とかありましたらお寄せくださいね。というわけで、じゃあまた皆さん次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。